This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は12月7日火曜日です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。首相はオミクロンに関する全ての動向を監視するよう関連機関に命じました。保健省はオミクロン感染者は PCR 検査により検出できると主張しています。タイ国有鉄道とバンコク大量輸送公社が国から財政支援を受ける予定です。政府はタイ共生を抑制するためにマングローブ林を増やす方針です。それではまず初めのニュースです。首相はオミクロンに関する全ての動向を監視するよう関連機関に命じました。プライト首相は懸念されている新型コロナの新たな変異種オミクロンの感染者が出た場合に備えて関連機関に厳戒態勢を整えるよう命じました。首相は海外からの入国者の中にオミクロンに感染した人がいる可能性があるとして保健、治安、観光の関連各機関に厳戒態勢を取るよう指示しました。南アフリカで最初に報告されたこの新しい変異種はギリシャ語のアルファベットオミクロンにちなんで名付けられ、現在世界中で懸念が広がっています。いくつかの国ではすでにオミクロンの感染が報告されており、アフリカの一部の国では渡航禁止措置が取られています。12月1日よりタイでもアフリカ8カ国からの入国を禁止しています。一方で政府は11月1日より入国制限を大幅に緩和し、空路の再開について満足しています。これまでに政府認定のホテルで検疫を受けている人を含め約10万人の旅行者がタイに到着しています。一方、約30万人が入国時に必要な健康状態やワクチン接種記録をデジタルで証明するタイランドパスを申請しています。政府は来年の観光収入は 1.5 兆バーツを見込んでおり、これは2019年に観光業が生み出した額の半分に過ぎません。2023年の観光収入は2019年の 80% で、2024年には2019年と同額の3兆バーツに達する見通しです。プライト首相はこの機会に一般市民にワクチン接種を奨励するとともに、世界的な衛生管理措置ユニバーサルプロテクションの遵守を継続するよう呼びかけました。企業へは新たなアウトブレイクを防ぐためにコロナ予防のガイドラインを厳しく守るよう求めています。次のニュースです。保健省はオミクロン感染者は PCR 検査により検出できると主張しています。新型コロナの感染者の有無を調べるのに PCR 検査が用いられています。しかし新たな変異種オミクロンに感染した場合には検出できないのではないかとの懸念の声が上がっている中、保健当局は世界的にも新しい変異種への検出で PCR 検査が用いられているとし、 PCR 検査によって検出できると主張しました。保健省医学局スパキット局長によりますと、当局はコロナウイルスのゲノムを
常にチェックしており、インフルエンザウイルスのゲノムデータを保存しているグローバルデータベースにアクセスし、検査結果を提供していると述べています。世界保健機関が懸念している変異種、オミクロンが新たに出現しましたが、当局は最近接種した8つのサンプルや、タイが11月1日に外国人観光客へ国を開放して以来、採取した75のサンプルからは、まだこの変異種を発見していないと説明しました。これらのサンプルはすべてデルタ型やその亜種でした。スパゲット局長は、もしオミクロン変異種が国内に持ち込まれた場合、全国15カ所のメディカルサイエンスセンターで行われている変異種特定プロセスがオミクロンに焦点を当てるよう調整されているため、当局はすぐに発見できるだろうと主張しました。新型コロナの原因となるウイルスのゲノム配列の決定には通常1週間かかりますが、ターゲット配列の決定では3日で判明できると説明しています。しかしサイエンスセンターでは現在1日から2日でサンプルのオミクロンを確認することができる方法を採用しています。簡易抗原検査と PCR 検査がオミクロンの検出に有効かどうかの懸念について、スパキット局長は、これらの方法はオミクロンに感染しているか特定することができるとしています。しかし食品医薬品局が承認している104種類の PCR 検査液のうち2種類はスパイクタンパクを介しコロナウイルスを識別するものであり、ウイルスが液体の検出能力を超えて変異した場合には検出できなくなる可能性があることを認めています。次のニュースです。タイ国有鉄道とバンコク大量輸送公社が国から財政支援を受ける予定です。政府はタイ国有鉄道とバンコク大量輸送公社の経営赤字を軽減するため55億6000万バーツの予算を承認しました。政府はこの資金援助は市民に安価なサービスを提供するのに役立つと説明しています。11月30日の会議でタイ国有鉄道とバンコク大量輸送公社の経営損失を補うため55億6000万バーツの2つの金融支援策を承認しました。ラチャダー政府副スポークスマンによりますと、これら2つの国営交通機関はコストを下回る運賃を徴収しており、経営損失を招いています。予算のうち、バンコク大量輸送公社には22億7900万バーツ、タイ国有鉄道には32億7800万バーツの支援が提供されます。また、政府は公衆衛生目的でシリラート財団とチュラポン財団へ電子寄付を促進するキャンペーンを承認しました。一般市民や民間企業がこの2つの財団に寄付をすると税金の還付を受けることができるキャンペーンとなっています。次のニュースです。政府はタイ共生を抑制するためにマングローブ林を増やす方針です。政府はタイ共生対策の有効な手段の一つとしてマングローブ林の面積を増やすことに注目しています。ブライト首相は天然資源環境省に対し、季節的な大気汚染の問題に取り組むための包括的な計画を作成する一方で、植林に適した土地を見つけるよう命じました。ウォラウッド天然資源環境大臣は、大気汚染を軽減するために、タイのマングローブ林の回復と拡大について話し合うため、プライット首相と会談しました。この会議でプライト首相は沿岸林が他の林より3倍から4倍の二酸化炭素を吸収しながら海岸線の後退を防ぐことができるとして、マングローブ林の植林に適した土地を探すよう海洋沿岸資源局に指示しました。乾季に発生する PM2.5 の季節的な問題についてプライト首相は公害管理局に対し、大気汚染問題に向けた予防計画と対応計画を実行し、一般市民と積極的にコミュニケーションを図るよう命じました。その一環として、地方行政は地域の PM2.5 の対応計画を
策定するとともに、森林地域での可燃物の燃焼を禁止するキャンペーン、森林回復の促進、ボランティアネットワークの設立、クリーンエネルギーの利用促進などを行う方針です。PM2.5 の発生源の特定、森林保護区での規制の徹底、国境を越えた大気汚染に関する ASEAN のロードマップの遵守などを関係機関に要請しました。また、自動車の排気ガスや工場からの排出物を厳しく規制すると同時に、塩害の重要な要因の一つである森林火災を防止するよう関連機関に要請しています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。首相はオミクロンに関するすべての動向を監視するよう関連機関に命じました。保健省はオミクロン感染者は PCR 検査により検出できると主張しています。タイ国有鉄道とバンコク大量輸送公社が国から財政支援を受ける予定です。政府は大気汚染を抑制するためにマングローブ林を増やす方針です。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.